リンクルプラネット、略してリンプラ。プラモデルと世界をつなぐ2022年結成のアイドルグループ、バンダイスピリッツ。もはや知らない人はいないであろう、あのガンプラを展開している会社である。もともと幅広い層に人気の高かったプラモデルの世界、近年の精力的なプロモーションや巣ごもり需要によってプラモデルにまた注目が集まっている。さらにプラモデルの魅力を広め、日本のものづくり文化を盛り上げたい、そんな思いからバンダイスピリッツが立ち上げたのがプラモガールズプロジェクトだ。オーディションを通して選ばれた彼女たち、2022年3月東京ガールズコレクション2022スプリングサマーでそのメンバー5人が発表された。新井芽衣、安藤玲奈、石川恵梨香、大戸纏、宮崎奈々。バンダイスピリッツのプラモデル公式 PR アンバサダー、リンクルプラネット。以降彼女たちはアイドルというフィールドからプラモデルに関するさまざまな活動を展開している。この日は新曲のレコーディングをしていた。見当たらないサムティン、オリジナルな道を、ありふれた日常だって、時計の針が刻むこの世界に僕一人だけみたい。どんどん分かんなくなってきました。新井は自分の声の出し方に迷いが生じているようだった。次は石川の出番だ。いられるこの時間が好き、君を。いいんじゃないですか、これいいですよ、これいいですよ。もう一回お願いします。褒めながらももう一回とリクエストするディレクター。はい。今日のことセーブして明日へと。はい。自分の出番が来るまで安藤は学校の勉強をしていた。地元愛知の高校に通いながら、週末は東京に泊まりがけでリンクルプラネットの活動をしている。安藤の出番、余裕を感じさせるが、出だしからボロボロだった。ありすみません、はい。考えるのは一つだけ、考えるのは一つだけ、考えるのは一つだけ。すいません。考えるのは一つだけ。あ、よかったですか。はい、はい、お願いします。ありがとう、すいません。彼女たちはまだ駆け出しのアイドル、デビューから約半年、まだまだ練習が必要のようだ。お疲れ様です。あ、難しかった。大戸の出番、彼女もまた同じだ。君は組み立てる、君はクリア、あ、間違えた。おいもライトの下で、すいません。はい、はい。あ、いい感じだと思います。もう一回お願いします。お願いします。めくる次のページ。お疲れ。お疲れ様でした。
ディレクターの的確な指示によりなんとかレコーディングを済ませたメンバー、その結果を視聴する。綺麗にまとまっているその様子に感動する彼女たち。ダンスレッスンを見学する機会を得た。彼女たちはとても仲がいい。つい最近結成したとは思えないほど親密な関係を築いている。取材を始めて彼女たちに出会ったこの頃、まだ生まれたばかりという感じがした。レッスンに明け暮れ、アイドルとしての土俵に胸を張って立てるよう、どうすることが正しいのかと日々もがいているように見えた。そして今、エントリーナンバー13番石田優香です。よろしくお願いします。人は誰も変わることに慣れていなくて、昨日と同じように。今後の彼女たちの活動に大きく変化をもたらすであろうリンクルプラネット2期生のオーディションがすでに始まっていた。